ひょっとして捨てていませんか？皆さんこんにちは。このチャンネルでは手作りめんつゆを作っていただくと、うどんもそうめんもおかずも副菜もあんなものこんなもの時短で簡単にできますよとおすすめしています。手作りめんつゆを作れば作るほどだし柄が出ますよね。ひょっとしてこれあなたは捨てていませんか？これはとてももったいないです。だしをとっているので風味はだし汁の方に流れ出していますが、鉄分などのミネラルは意外に残っています。何よりカツオのタンパク質は 85% も残っているそうですよ。食べるだし柄やってみましょう。美味しく食べるにはちょっとしたポイントがあるので、ぜひ最後までご覧ください。だし柄を美味しく利用するポイントは細かく切ることです。かつお節がそのままだと口の中でもさもさしてとても食べにくいんですね。そして細かく切るには冷凍がおすすめです。これは冷凍庫から出したてですが、ご覧の通り簡単に細かく切ることができます。もし硬くて切れないときはしばらく置いて半解凍になさってから切ってくださいね。かつお節は乾燥しているので日持ちがしますが、水分を含んだかつお節は魚なので傷みやすいんですよ。ですのでだし柄を一旦冷凍することを習慣にしてください。すぐ使おうと冷蔵庫に入れておいても伸び伸びになることってよくありますよね。めんつゆのだし柄は細かく切ったら本当に最強なんです。粉末だし汁の素のようにありとあらゆるものに使っていただけます。簡単なところでは花かつお代わりに豆腐にかけてみましょう。みりんの甘さもほんのり残っていて、醤油をかければまさしく花かつおです。豆腐とだし柄でもう一品できるのが白和えです。先日この動画で重点豆腐をご紹介したところ、重点豆腐ってどこに売ってますかなどのご質問をたくさんいただいたんですよね。普段いつも目にされていると思いますが、意識してないとわからないですよね。こんな風に3段パックになっているものが重点豆腐が多いんです。容器のシールを開けると水が入っていなければ重点豆腐です。話を戻しましょう。今日はこの重点豆腐を1パック使ってみます。重点豆腐の場合は水切りをしなくてそのまま使っていただいて大丈夫ですよ。豆腐1パックを泡立て器で混ぜます。めんつゆのだし柄を適量加えます。ここでコクをつけるのが練りごまなんです。練りごまって買ったけど冷蔵庫に忘れ去られること多くないですか？いりごまとごま油で簡単にできますよ。小さなすり鉢にいりごまを大さじ1入れてすります。よくすれたらごま油を小さじ2杯、少しずつ加えてすりますね。ねっとりとしてきたら出来上がりです。こんな感じです。買った練りごまより入りたてのごまの香りがして本当に美味しいですよ。新鮮なものが使えるっていうのもいいですよね。これを加えると味がぐんとグレードアップします。だし柄を使ったとは思えないほどですよ。私はこれに薄口醤油をほんの少し加えて調味しましたが、お好みで砂糖や白味噌などを加えていただくのもいいかと思います。今日は茹でたほうれん草を加えて白和えにしました。私が一番よく利用するのが、野菜をみりん1、薄口1、お酢を1で漬ける薄口漬けにこのだし柄を加えることなんです。漬け汁に酢が入っているので、このだし柄も長く保存できます。かつおの香りがついて野菜たちも美味しくなりますよ。最後に、私が今一番ハマっているのが味噌汁や吸い物に即席だし代わりに使うことです。水を適量沸かします。だし柄も適量加えますね。味は薄いので薄口醤油などで味を整えます。
今日は乳麺のお汁にしました。ネギを散らしてとろろ昆布をのせればよりだし汁が美味しくなります。そして何よりタンパク質が 85% も残っているならこれを食べない手はないですよね。今日はめんつゆのだし柄を利用しましたが、和風だしのだし柄も同じように使っていただけます。だし柄まで使えるならめんつゆを作ってみようかなと思ってくださった方は、めんつゆの作り方は概要欄にリンクを貼っておきますね。ぜひ家庭でできる SDGs で美味しくて健康に暮らしていただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。では次回の動画でお会いいたしましょう。